気も多い感じになるんじゃないですか。相変わらず新メンバー入るために、ね、生まれ変わってるし、もう一個また別のキモさ。おはようございます。夏期空脚の作品は本当にもう他にはないこう続々感であったり、圧倒的なフィクション、怪しいものみたいなものがもう他の劇団とか作品では絶対に見ないだろうっていうような世界観。空脚でしかできない演技があるから、そういう状況下ではありますが、見に来てて私は最高に楽しかったと思うので、舞台に作れるよう頑張ります。なんかこう体を動かしたりしながら、ああこいつがこんなやつだったなとか思い出しながら、今筋肉と骨がキレを上げています。で、何がとか受け取るの気持ちの本当なのを受け継いで、そういうことになると嬉しいなと思います。ありがとうございました。どうでしたか、今日は。ワークショップですか。はい。いや、楽しかったです。なんか、新しい風とか、変わっていくこと、そういう予兆っていうか、予感みたいなものがいっぱい見れたし、すごい良かったな。でどういう公演になりそうですか。作品の雰囲気でもいいし、公演の位置づけでもいいんだけれど、そんな言い方あれだけど、老いも若いもクンズホグレッツで、なんか向上線みたいな作品になると、と今後の劇団も今後の演劇も自信が詰まっていくような作品になっていくんじゃないかなって思うし、願ってます。